こんにちは、アドです。今日はここ最近私が使っているお気に入りのアイテムを5つご紹介したいと思います。それでは早速やっていきます。まず1つ目、これです。ミレーの春夏用のレインウェアティフォン5万ストレッチジャケットです。私はもともと一昨年かな、秋冬用のティフォン5万ウォームストレッチジャケットっていうのを買って、冬を2回越してるんですけど、着心地の良さと透湿性がすごい気に入っていました。春夏用のレインウェアが色あせたり破れたりしてボロボロになってきてたので、新しいのを買おうと思って去年このティフォン5万ストレッチジャケットを買いました。色はオリーブ色です。確か5色展開だったと思います。このティフォン5万のシリーズの特徴が3つあって、1つ目が高い防水透湿性、2つ目がストレッチ性、3つ目がしなやかな着心地です。まず1つ目の高い防水透湿性なんですけど、このティフォン5万は透湿性がすごい優れています。一般的な透湿性は数値で表すと1万から3万って言われてるみたいなんですけど、このティフォン5万は5万っていう商品名の通り5万の透湿性があります。実際に今まで着ていたレインウェアは、雨の日にレインウェアを羽織って歩いていると透湿性はある程度あるんですけど、やっぱり坂を登ったり重い荷物を背負って歩いているとだんだん中が蒸れてきて、雨に濡れないためにレインウェアを着ているのに汗でびちょびちょになって、結局濡れてるやんってずっと思ってました。だけどこのティフォン5万は去年南アルプスを縦走しているんですけど、圧倒的な蒸れの少なさを感じました。普通レインウェアってここにベンチレーションがついていて、チャックを開けて中の蒸れを外に逃がすようになっていると思うんですけど、このティフォン5万は透湿性に関して自信の表れなのか、ベンチレーションがついてないんです。私ザックを背負ってベンチレーションを開けるのがすごい苦手で、ザックのショルダーがこのベンチレーションに干渉して、ここまでは下がるけどここから下がうまく開けられへんとか、締めたいのに締められへんとかいうのがすごいストレスやったんです。ベンチレーションで調節しなくても蒸れを軽減してくれるところがすごい気に入ってます。一応ポケットが両サイドにあって、こっちと両サイドにあって、ここを開ければ中はメッシュになっているので、ここから群れを逃がすことはできるんですけど、私はこれを着ていてチャックを開けたことはないです。2つ目のストレッチ性なんですけど、ちょっと着てみます。ちなみに私は157センチで XS サイズを着ています。サイズ感は伝わらへんかな、こんな感じです。で、ストレッチ性をどうやって表現していいのか分からへんけど、こうやってやったり、まあ、こんなことすることは山ではないけど、どんな動きをしてもストレッチが効いていてストレスを感じることは全くないです。これで分かるかな、これが普通につまんだ感じで、ここからが、これぐらい伸びます。ストレッチ性を表現しているつもりです。こんな感じ3つ目、しなやかな着心地、これがめちゃくちゃ気に入ってます。もうね、触った感じが違うんです。優しいみたいな、 なんて言っていいか分からへんけど、ほっみたいな感じです。レインウェアってシャカシャカしたりゴワゴワしたりするのが嫌だったんですけど、例えば天場で夜寝る時に寒かったとしても、レインウェアの着心地が気に食わなくて、今まで着ずに寝れるもんなら頑張って寝てました。だけどこのティフォン5万は着て寝ても全然嫌な感じがしないんです。なんて言ったって優しい着心地やから、っていうよりシェルを着てる感覚がないっていう表現が合ってるような気がします。だいたい寒い時ってこうやってフードをかぶって寝るんですけど、こうやって極限まで自分の体温を逃がさないようになるべく全てを締めて寝るんですけど、この頭もすっぽり覆われてるし、この辺がゴワゴワしないのがすごい嬉しいんです。こう内側も素肌に当たった感じもサラサラ優しい。
こっち側の表面も優しいから、例えばこうやって寝てたとしても肌への当たりがノンストレスです。あ、そして今フードちょうど被ってるからあれなんですけど、おでこにぴったり沿う形にゴムが入ってます。なのですっごい雨風の日とかもこの隙間からの侵入を防いでくれます。実際行動中は帽子をかぶってることが多いので、かぶってみます。こう帽子をかぶってフードもかぶります。そしたらこのゴムがつばのところに沿う形になります。でこのつばがキャップのつばに沿う形になります。私は去年台風の中南アルプスを歩いてたんですけど、その時はあまりにも雨風が強すぎて、これでもまだ足りなかったから、このゴムをこうやってキャップのつばに引っ掛けました。そしたら見た目はなんかビヨーンみたいになってるんですけど、そんな見た目どうこう言ってる場合じゃないんで、この状態で雨を余計に防げる、ほんまに顔にはほぼ当たらないぐらいの感じで歩くことができました。これは勝手に編み出した着方です。とにかく行動中から就寝時まで快適に過ごせるのがこのティフォン5万ストレッチジャケットです。続いて2つ目、2つ目はマウントドアさんのザック YM バックパックです。これは去年買ったんで2022年モデルなんですけど、2023年モデルが進化バージョンでまた発売されるみたいです。ちょっといつ発売されるかは分かんないんで、気になる方いらっしゃいましたらインスタグラムでワントダーさんをフォローしてチェックしてみてください。ずっと使ってた日帰り用のザックがそれこそもボロボロでみすぼらしいお姿になりつつあったので、20リットルから30リットルぐらいの容量のザックを探していました。春夏のサクッと行く日帰りの山から山ご飯をするとかお楽しみを入れることもできるし、秋冬の防寒着もきっちり入れることができる日帰りのザックが20から30ぐらいかなと私の中では思っています。そしてこのマウントドアさんのザックの容量が本体部分が25リットル、そしてここのメッシュと巾着の部分も含めた全体の容量が32リットルです。ちょうど探していたサイズ感っていうのと、あとこのメッシュ、私ずっとメッシュを使わず嫌いっていうか、破こぎとかこけたりしたら破けそうやし、おしゃれに詰めなあかんのんちゃんっていう勝手な思い込みがあって敬遠してたんですけど、このザックを見た時に一回チャレンジしてみようかなと思って買ってみました。お気に入りポイントは背負い心地とメッシュです。背負い心地はこうやって背負った時にこのショルダーが体のラインに沿うようになっていて、まあ、ここで調整はするんですけど、このサイズの UL ザックには珍しくここにロードリフターがついてます。これを引っ張って調整してあげることでさらに体へのフィット感が増します。このマウントドアさんがトレランをされてる方みたいで、走っても揺れないザックみたいなのを目指されてるみたいで、ほんまかなとか思ってちょっと走ってみたり、わざとよっさよっさしてみたりしたんですけど、ほんまやったんです。びっくりした。揺れないんです。フィットしてる。でフィットしてるけど背中もメッシュになってて通気性も配慮されてます。そして毛嫌いしてたメッシュが最高に良かったっていう話です。2022年モデルはメッシュが1個もんって伝わるんかな、この全部1個の大きいメッシュなんです。だからこの中に何でもかんでもポイ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 って入れてます。ちょっと入れてみます。こんなに大きいメッシュで、モバイルバッテリー入れて、サングラス入れて、サングラスの予備も入れて、手袋入れて、ネックウォーマー入れて、行動食も入れて、もうストックもここに入れとけみたいなこんな感じです。でここをキュッとしたら収まってくれます。
これが、まあ、映えるかどうかって言ったら話は別ですけど、このエイヤーエイヤーみたいなのが私は気に入ってます。バッテリー入れたっけって思って、あーらよかったみたいな、こういうパッと見てわかる視認性、これすごい大事やなって思いました。メッシュじゃなかったらチャック開けるなり中を覗くなりしてガサゴサ、あるあるみたいななるんですけど、見たわかるっていうのがメッシュの良さなんやなっていうことに気づきました。ストック私ここに入れちゃってるんですけど、ほんまはちゃんとついてるんです。ストックをつけれる、これなんていうんやったっけ、これついてるんです。私はピッケルもここに刺してスモンだけも行ってました。メッシュがあのね、越後駒ヶ岳に行った時に雨上がりやったから岩が濡れてて、ツルンって背中向きにこけたんですけど、岩場でだけどね、なんともなかった、びっくりしました。破けちゃったかなと思って焦ったけど、いけてた、強度もあるんやと感激しました。そして3つ目はファイントラックのドライレイヤーインナーソックスです。これはね、ずっと気になってたんですけど、なくてもいけるから買わずにずっと今まで過ごしてたんですけど、なんでもっと早く買えへんかったんやろうって思いました。まずこの生地はファイントラックが独自に開発したドライレイヤーっていう生地だそうです。そしてファイントラック独自の撥水加工が施されているそうで、繊維自体の保水性がほぼゼロなんだそうです。大量の汗をかいても水を含まないので蒸れないし、汗冷えっていうかな、冷えることも軽減されます。ずっと気になってはいたけど買わなかった理由としては、まあ、なくてもいけるっていうのもあるんですけど、靴下の下にこれを履いたらどこかがシワになって、それが当たりになって歩いているとだんだん痛くなってくるんじゃないかなって思ってたのと、あとこのお股の部分が痛いんじゃないんかなって思ってました。でこれもたまたま行ったショップでパッと目に留まって、なぜか買ってみようって思ったんですけど、買ってみてよかったです。まず試してみたのが、右足はこれを履いた上に冬用の靴下、左足は冬用の靴下だけみたいな感じで履いてみたら、履いた瞬間にあったかい、左足はなんかスースーするみたいな感じがしました。実際山で歩いてる時は両足ちゃんと履いて歩いてたんですけど、やっぱり冬は寒いから厚手の靴下を履くんですけど、行動中は暑くて足も蒸れてくるんですけど、このインナーソックスを履いて歩いていると蒸れがいつもより少ないなっていうのは感じました。そして汗冷え、冷えが少ないことに驚きました。冬寒いからじっとしてたら足の先っちょからどんどん冷えてきて、分厚くなって自分の足じゃないみたいな感覚に陥ることが多かったんですけど、これを履いてたらそこまで冷えるっていうことがなかったです。そっちの方が嬉しかったです。そしてこれを夏も履こうと思ってたんですけど、洗濯したら片方どっか行っちゃって今行方不明状態です。出てくるのを待つかもう一個買って、この夏もどんな感じか試してみたいと思ってます。続いて4つ目はこれです。フォッジルズって言うんかな、ちょっと読み方とか発音とか怪しいんですけど、スナップフォールドソロパックっていうやつです。これ3つセットなんですけど、お皿にもなるしまな板にもなるっていう便利グッズです。これは友達が使っていて、便利やで便利やでって散々聞いてたんですけど、お皿もまな板も持ってるしなと思ってなかなか手を出さなかったんですけど、実際使ってみたらめっちゃ便利やったっていう商品です。3つあるんですけど、コップとお皿とボールで、この状態だったらジップロックの L サイズにちょうど入ります。で私はこれでザックの背面に入れて持ち歩いてます。持ち運びやすいっていうのもすごいポイントやし、重さもそんなに重くないです。一番ちっちゃいのが 33g、 これとこれは同じサイズで 40g だから 33+40+43 で 133? 違う、 113g です。使い方としてはこの上でなんか例えばオピネル、ナイフでなんかパッと思いつかへんけどアボガドとか切ったりできます。そしてボールやったらアボガドサラダしましょうみたいな感じで、ここでトマトとかアボガドを切ります。でこうパチッと四つ角を止めていきます。こうパチンついてるから
これを4つ止めればこのままボールになるので、あ、で、そう、ちょっとね、時々外れるっていうのが若干のデメリット。それだけかな、デメリットは。です。他のやつも4つ角をパッチンパッチンしてお皿にできます。例えば、メスティンで炊いたお米をここに入れて、キャベツ乗せて、お肉乗せて、カルビ丼にするとか、そんな使い方もできます。よいしょ。一番ちっちゃいのはこれぐらいのサイズでスープとか入れて飲むこともできます。耐熱温度は105度やから熱々のスープでも大丈夫です。冷たい方はマイナス25度まで大丈夫だそうです。そしてお手入れが楽っていうのもポイントの一つです。これを食べ終わったらパチパチして開いて、まっすぐにした状態でウエットティッシュとかで拭いちゃえば、また次このまま使えるんちゃうみたいなぐらい綺麗になります。でもやっぱり一応洗ってください。匂いもつきにくいような加工が施されているそうです。確かに匂い残りはないです。そして最後5つ目です。これ&10&10のハイカーズタイベックサックです。これはクッカー入れです。サイズは縦が310、横が235です。中に入れるクッカーの目安としてはプリムスの定番商品ライテックトレックケトル&パン、これがぴったり収まるサイズになってます。入れてみます。こう入れて、クッカー入れには珍しいロールトップになってます。パッチンして出来上がり。なんでロールトップになってるかって言ったら、ザックからの取り出しやすさと持ち運びやすさを考えてロールトップになっています。せっかくやからザックから取り出してみます。山登りました。はぁ、山頂着いた。よし、今日はここで山ご飯にしようかな。ガサゴソガサゴソ、あ、コッヘルコッヘル、あったあったっていうこの取り出しやすさです。あ、ちょっと待った、ここよりあっちの方がいい場所やん、あっち行こうって言った時にこう持ち運びやすいっていうのがこのロールトップにした理由です。プリムスのクッカーを入れた時のこの持った感じの可愛さも気に入ってます。このクッカーに限らずメスティンも入るし、最近私がよく使っているトランギアのミニセットも入ります。まずはね、メスティン、メスティンはちょっと横向きにはなっちゃうけどぴったりサイズです。ぴったり。ミニセットも横向きになっちゃうけど入ります。くるくるもできるし、こんな感じです。クッカー入れって言ってるけど、クッカーに限らず行動食を入れたり山降りた後の着替えとか入れるのにもいいかなと思います。タイベックなんで防水生地ではあるんですけど、縫い目にシーム加工はしていないので完全防水ではないです。着替えを入れるとしたら、タオル、手ぬぐいと T シャツ1枚と長ズボン1着と、あとまあ肌着かな、がちょうど入るぐらいのサイズです。こんな感じで収まります。シンプルなデザインで使い勝手もいいので、街でも山でも使えるんじゃないかなと思います。そしてこのハイカーズタイベックサックが今から発売開始です。詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひそちらからご覧ください。以上が今私がお気に入りでよく使っているアイテム5つになります。&10&10のハイカーズタイベックサック以外の商品も概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければご覧ください。それでは今日の動画はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。